フリースタイルでラップしてみますね。うん。うんうんうん。スカイハイ、ノベルコア、PMSG 作ってくれてマジありがとう。俺らすげえ救われてるよ。ああ、心の中に温かいものが込み上げてくるような、そんな感覚。でもそれでも道のりは険しく、その中でベスティとしてベストな何か示していけると誓おう。ああいろんな意見やいろんな考え方する人たちがいて、その中で俺らは自分たちなりのやり方でサポートしたい。まるでガンダムみたいにファンダムがでかいもの、ニューガンダムみたくニュータイプ、新しい世界、新世界にふさわしい、そんなものになりたい。並大抵の努力とかじゃいけねえし、それで姑息な連中もたくさん出てくる。今は盛り上がってるけれども、この先苦労とか試練もきっと来る。だけどその中でもきっと俺らだけができること何かあるだろう。その中で僕たち、私たち、みんなで力合わせていけるかも。そうなれないかもしれない。だけどその未来、現在、過去、すべてそれが繋がっていると思える。そんなファンダムには初めて会ったと思える。覚えることもたくさん、供給とかもたくさん、その中で拡散していくため、自分たちの仕事とか勉強とかすべて、それをなかなかすべてのものを供給をチェックすることはできないけど、でもそれでもなるべくたくさんのものを届けてほしいと。それぞれのやり方で雑誌とかもラジオとかも聞いてるし、昔よりもなんか人生が豊かになった感覚、それを覚えてる。そして求めてる、常に新しいものだけど、あまり無理はせず、たまには休んでほしい。スタッフオーディションも早くやってほしい。そんな感じですね。そうだな。もともとスカイハイってラッパーに対して、若い頃は色眼鏡で見ていたことは間違いないね。アイドルがラップやってるなとか正直思っていたけどさ、でもスキルはやべえと思ってた。ちょっと嫉妬もしてたかもね、今思えば。そんなことも思った。だけど心が温かい人ってことはそん時知らなかったし、俺もクソガキで、しかも挫折した身でボロカスに負け続けた。 Thanks all my tears、 ノベルコアの新しい曲それを聞いた。そしたらラン君も踊ってたし、魂の色が同じと感じた。だから段違いなやり方でベスティーも君らを支えていきたい。期待に応えるのは難しい。未来どうなるかは分かりしない。でも時代がどんどん変化していくから、喧嘩とかしないで生きては。いろんな人生のテーマそれがあるけど、どこに行っても俺らは多分一つになれるさ。そういうことを思って今ラップしてんだ。スカイハイさん、あんたたちのおかげで俺も昔諦めてた。もうプロになるつもりはねえけど、和楽器メタルプロジェクトさんとのコラボとかもしながらラップする気分にもなれたし、それで昔タップして諦めた夢みてえなものもどこか自分の魂の中でさ、火種がくすぶってた感覚だけど、その火種を火つけてくれたのはあんたたちさ。だから BE:FIRST をはじめとして BMSG 箱押し、それがこの私だ。私だで終わったよ。